かわい,いなんてかわいいカメラなんだこんなの持ってたら毎日撮りに行っちゃうよなこのカメラを見て一言言いたい「すす好きです」<laughs> はいということで,ですねここまでで「スタービュースタジオチャンネル」始まるよー最後まで見てねー <music> はい。ということでですね、ニコンさんから ZFC をお借りしたので、まあ、ちょっとファーストインプレッションという形で、ちょっと取り歩きをしに行っております。はい。今回はですね、ちょっとピクチャースタイルを使って、クリエイティブピクチャーコントロール化を使って、ちょっとですね、いろいろ撮影していこうかなというところで、このニュートラルっていう設定が結構好きなんですよ。なので、この辺をちょっと使って、 いろいろ写真撮っていってみようかなというふうに思ってですね、まあ、ちょっと出かけております。まあ、近くのですね公園とか、まあ、街並みとかいろんなものをちょっと撮影しております。で、一応ですね、ZFC のこの Creative Picture Control のニュートラルと、まあ、現像してみた感じっていうところもですね、合わせてちょっと写真を載せていきたいと思ってますので、まあ、よかったらこの辺も参考にしてみてください。はいまあ、ちょっとですね、この ZFC 使ってみた感想なんですけども、まあ、最初にですね、 触ってみた感想、ファーストインプレッションとしてのお話をしていくとん、そうですね、操作感という上ではちょっと扱いづらいかなというところがやっぱりあります。というのがやっぱりグリップがないっていうところがちょっと持ちにくいですしバリアングルの場合ってちょっとですね、やっぱりネックストラップつけてるとちょっとそのネックストラップが当たって邪魔になったりとかするんですよ。 バリアングルの場合、チルト式の時はそういう風なことはあんまり感じなかったんですけども、まあ、バリアングルの場合、ちょっとですね、ネックストラップが邪魔になるかなっていうところで今回つけずに撮影をしてますし、まあ、ちょっとですね、画面が見やすいように、まあ、胸にですね、まあ、DJI のアクション2っていうのをつけて、まあ、皆さんに見せながらというところなので、えー、ファインダーはですね、覗かずに今回は撮影をしておりますので、まあ、その辺ですね、ちょっと持ちにくさが あったので、まあ、ネックストラップはつけずにっていうところとあとはですね、まあ、モニターはちょっと動かさずに、まあ、皆さんにま見てもらえるように撮影をしているっていうところですねただ、この日ですねめちゃくちゃ暑いですし日差しが強いのでちょっとです、ね、ファインダーじゃなくてモニターだと見にくいんですよ。<laughs> 見にくいんですよね、モニターだとですね、こんだけ明るいと。まあ一番モニターの明るさを一番明るい状態にはしてるんですけども、やっぱり角度、反射の角度とか、まあ、ちょっと日陰に行くと見やすいんですけども、ちょっと日差しが強い場面ではですね、見にくかったので、まあ、ちょっとですね、まあ、適当というか、まあ画面である程度、 構図だけ確認しててて写真を撮っっいるっていうところですねちょっと明るさに関してはですね、ちょっとまあ判断が難しい場面もあったので、なるべくですねこれ A モードで露出補正はもうプラスマイナスゼロぐらいで撮影しておりますので、ふ、まあ、普段はですね、まあ、ちょこちょこまあ場面、撮る場所によってですね、この明るさの調節をしてるんですけども、基本はですね、もうプラスマイナス0。 で撮影してて、まあ見た目でちょっと明るすぎるなって感じた時はマイナス1とかですね、まあちょっとその辺操作をしながら撮影をしているっていうところになっております。で前のダイヤルで f 値を変えれるようになっているので、まあ f 値ここでですね、まあ開放が今使っているのが28ミ、mm、リの f2.8 のレンズなので、この2.8とまあ f8 あたりとかですね5.6この3パターンを使って。 ま撮影していることが多かかったかなという,ふうに思っております、はい、なので、ちょっとですね、操作感という意味でも、まあ、この辺のま持ちにくさっていうのがあったので、まあ、なるべくちょっと固定で撮影していることが多かったかなっていうところになっています。まあ、最初なんでですね、一番初めて使う場面でのこの使い心地だったので、まあ、この辺は慣れてくればま問題はないかと思うんですけども、ま,あ、まだですね慣れる前、まあ使い始 閉めたばっっっっっかりりりでででいいいろ,いろ探り手探のの状態で使使ててててたたこ、まあ、こういうう方ににはななまますすよとおだですね、まあ、これめちゃくちゃやっぱりモニターはですね、めちゃくちゃ見やすいですし、ファインダーもかなり見やすかったです。っていうのが、私がですね、ふ、まあ、普段 APS-C のカメラとして、α6400 っていうのを使ってるんですけども、これがですね、モニターがちょっといまいち、まあ、見づらいというか、あんまり鮮明じゃない。で、ファインダーもそう そんな感じなので、ファインダーも同じようにですね、そんな感じなので、やっぱりニコンのカメラ、Z6 メインで使ってるんですけども、ファインダーもモニターもめちゃくちゃいいっていうところで、その辺はですね AP、APS-C のこのカメラでも同じように言えたかなってところになっております。はい。なので、ZFC は、 道具として使うものとしては、めちゃくちゃ、まあ、その辺は使いやすかったかなというふうに思っています。まあ、ただちょっとグリップがない分ですね、ちょっと持ちにくさっていうところの使いにくさはあるかと思うんですけども、まあ、この辺はちょっとデザインにこだわったので、その辺はですね、まあ、割愛されてるっていうところになっています。まあもちろんですね、拡張であのグリップを付けることもできるんですよ。なのでその辺は好みに合わせて付けていただいてもいいかなというふうに思っております。もうこのですね、デザインが もう一番ですよねこの ZFC に関してはあの、まあ、送っていただいて箱を開けた瞬間にああこのカメラかわいいなっていう,うにですに、ね、思いましたでこれもですねちょっといろんな人、まあ、特にです、ね、女性に見てもらったところこんなカメラあるんですかこんな可愛いカメラあったんですねっていう風にですね、まあ、皆さんですね結構女性の方には受けのいいカメラなのかなっていう風に思っております、まあ、これですね まあレトロなデザインなので、年配の方にもですね、馴染み深いフィルムカメラのような質感のカメラとして、結構気に入られるんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、特にですね、最近、女性の若い子の間では、フィルムカメラ、ちょっと人気なので、 まあ若い世代の女性にも受け入れられやすいカメラにはなっているんじゃないかなっていうふうにはですね、思ってます。まあ私個人、まあこういうおっさんなんですけど私もですね、まあそれでも、まあこれ可愛いなっていうふうにですね、思うぐらいちょっと愛おしくなるぐらいですね、まあすごくいいカメラだったと思います。今回はサイ、サンドベージュというですね、あのー、カラーでお借りしてるんですけども、基本はですね、ブラック。 になっておりますでカラーもですね、いろいろあって、まあ、これキャンペーンも終わったのかな、キャンペーン中は、まあ、このカメラを送って、 でこのカラーを選ぶこことができますこのカラーもまあいろいろあるので、まあ、好みのカラーとかですね選んで購入するのも一つの魅力かなというふうには思ってますねなのであのまあ撮る楽しみのカメラプラスファッションとしてのカメラとしても使えるカメラっていうところで、まあ、結構若い世代からあちょっとですねフィルムのカメラが好きだったちょっと年配の方でも受け入れやすいちょっとカメラに にはなっていると思います。で持った瞬間めちゃくちゃ軽くてびっくりしましたね。ちょっとまプラスチック感はあるんですけども、やっぱりその軽さっていうのはやっぱり持ち運びのしやすさっていうところに繋がってきますし、このデザインだけでちょっともった 行っていきたくなりますよねカメラっていろんなところに出かけて写真をちょっとですね、まあ、何かしら撮るかなっていうところで常にバッグの中に入れてみたりとかあとはまあ話題性ですよね何そのカメラっていうふうに、まあ、言ってもらえるようなカメラだと思いますはいなので例えばまあそうですね女性とのデートのシーンだったりとか例えば男性とのデートのシーンだったりとか、まあ、話題の一つとしてこのカメラを持っておくと 周りの人は気になって話しかけてくれるんじゃないかなというふうには思いますよね。まあ、一つの話題としてこのカメラっていうところがあるかと思います。で、まあ、例えばこのバッテリーの持ち具合とかどうなのかっていうところのお話をすると、結構持ちますよね。なんかいろんなレビューを見ると、まあ、結構バッテリーの減りが早くて2 300枚ぐらいしか撮れないですよみたいなですね、レビューはあったんですけども、 あの、結構ですね、節電というか、まあ、あこの移動中は電源を切ったりとかして、ちょっと節電しながら使ってたら、そうですね、あの、200枚ぐらい撮ってもメモリーが一つぐらいしか減ってないなっていうぐらいですね。まあ、全然、あの、 バッテリーの減りはそんなに感じなかったです。節、ま、電、あ、しながらだったりですね。これ、付けっぱなしだと、例えば、あの、まあ、ファインダーと、まあ、モニターが切り替わったりとか、まあ、常にですね、そういったところで電力を消費するので、まあ、バッテリーの減りは早くなるとは思うんですけども、例えばまあ使わない時なんかに、えー、例えばこの電源を切っておけば、それなりにですね、まあ、結構な枚数取れるんじゃないかなというふうには思っております。はい で、レンズに関してのお話をすると、28mmF2.8、まあ mm、の今回レンズを使っているんですけども、このレンズいいですよね。このレンズフルサイズ用のレンズなんですけども、まあ、それをですね、スペシャルエディションのレンズっていうのを この APS-C のカメラとセット販売キットレンズとして販売されているのでフルサイズを持っている方はこっちを選んだ方が使い回しとかもできるのでその辺では結構おすすめかなというふうふに思ってますでもう1個のレンズは手ブレ補正が入っているのでレンズ内手ブレ補正が入っているのでそれに関してはあの手ブレ補正が欲しいという方はです、ね、そっちの方のキットレンズを選んでいただいてもいいかなというふうふに思っております。 ただ、ま、個人的にですね、やっぱり、もう一個のレンズってちょっと暗めなんですよ。ちょっと暗めで、あの、一番の望遠側で、 F8 だったかなで結構暗いんですよ、まあ、f ぐらいしか使わないですよ。スナップなんかでそういったところしか使わないですよっていう方はいいとは思うんですけども、ちょっとですね、まあ、夕方とか暗い場面、まあ、室内で撮影するときに、まあ、そういった、まあ、50ミリだったら、えー、75ミリぐらいのですね、まあ、焦点距離になるので、ちょっと室内では厳しいかとは思うんですけども、まあ、そういったちょっと暗めの場所で使う場合には、ちょっと使い勝手が悪いかな というところで三脚とかですね、使わなきゃいけなかったりとかするのかなというところで、その辺がですね、ちょっとネックなので、F2.8 ぐらいのこのですねレンズがある方が使いやすいかなというところになってます。で、これが、えっと、30、40ミリかなえっと、14だから42ミリか、42ミリの焦点距離になるので、焦点距離ぐらいのですね、相当になるので、 うんまあ、スナップに関しては全然使いやすかったですね、もうちょっと広角が欲しいとかいう場面もなくはなかったんですけども。 ある程度自分が前後に動いたりとか横に動いたりとかして、その辺はですね、ある程度回避できるかなというところがありました。室内に関してはちょっとですね、厳しい場面があるかと思うんですけれども、屋外に関してはそういったですね、自分がちょっと動いて、そういった画角を調節することができるので、その辺にはですね、結構良かったかなというふうに思いますね。 室内では、まあ、もうちょっと明るい F1.8 のレンズとかで広角のものがあると使いやすいと思うのでそっちの方を選んだ方が個人的にはいいのかなというふうにはですねちょっと感じましたね ZFC の方にボディ内手ブレ補正がないのでレンズ内手ブレ補正が入っているレンズっていうのはすごく使いやすいとは思うんですけども 写真に関してはです、ね、そんなに気にする必要はないかなというところになっております。暗い場面では F 値のです、ね、低いレンズを使いますし。 シャッタースピードに気をつけて、例えば手持ちの時はどのくらいとか、あとは日ごきが大きいものにはどのくらいのシャッタースピードとかで調節すれば、そんなにですね手ブレ補正が必要な場面っていうのはあんまりないので、その辺でですね別に手ブレ補正がないものでもですね選択肢としてはありと思います。はい、なので、この辺はですね ZFC いろいろこういうふうに昼間使っている分ではですね手ブレ補正がなくても全然使えるんですけど、 もうちょっと暗い場所で使ってた場合にはもうちょっとなんか意見変わってくるかもしれないですけどねまあ現状としてまあファーストインプレッションとしてはまあなくても全然 ISO 感度が常用で5 1200まで使えるのでまあこの辺はですね全然そのまあ暗い場面でもまあ結構強いカメラなのでその辺はですねそんなに気にしなくてもいいのかなというふうにはですね思っております。 はいでまあ、この辺ですね、いろいろちょっとですね、設定を書いてというか、あのまあ、先ほどはニュートラルのですね、まあ、ピクチャープロファイルじゃない、ピクチャークリエイティブ、んピクチャーなんだ <laughs> クリエイティブピクチャーコントロールかを、まあ、ニュートラルでやってたんですけれども、ちょっとソンバーの、まあ、70%ぐらいに変更して、まあ、撮影をしております。はいまあ、ソンバーにすると、ちょっとですね、まあ、色濃くなって、 でまあ、この辺がですね、まあ、ちょっとビビットに近いのかなっていうところで、まあ、現像するときはちょっとですね、フィルム感を出してみたりとかして、ちょっと雰囲気を変えてみたりとかしております。でちなみにですね、これ、現像するときっていうのは、あのスタンダードの方に変えて、それをですね、まあ、現像しております。まあ、普通にですね、Adobe の標準とかでも良かったんですけれども、このカメラの一応、まあ、そのままのピクチャーコントロールじゃなかった、クリエイティブピクチャーコントロールかの スタンダードを使って、まあ、そこから若干ですね、まあ、変更しているというところになってますので、まあ、そんなに大きなスタンダードの違いはないかなというところですね、まあえーと。シャドウとハイライト、まあ、この辺の調節をちょっと行っているかなところですね。あとトーンカーブのところですね。まあ、その辺をちょっといじっております。はい、ちょっとですねフィルムの 雰囲気を出すす。ような編集にしておりますでこの辺デニムの70%ぐらいを使ってるんですけども、まあ、デニムもですね結構面白い、まあ、70%ちょっと効きすぎかなっていうところで40とかその辺にしてくるとちょっといい味付けにはなってくるかなっていうふうには思ってますちょっと70じゃ強すぎたかなっていうところですね はい、なので、まあ、この辺はですね、まあ、いろんな被写体に合わせて、まあ、変えていってもいいですし、例えば、老元現をするときに、Lightroom なんか使ってると、まあ後からこの辺ですね、c r e a クリエイティブピクチャーコントロールって変えれるんですよ。なので、この辺もですね、まあ、パーセンテージ、後から変えたりとかできるので、例えばですね、Lightroom で、あのこの クリエイティブピクチャーコントロールを変えたりとかパーセンテージを変えたりっていうのを、まあ、実際にその写真を見ながら後からすることができるんですよ。で、まあ、後からしてもいいんですけどもそこで調節したものっていうのをこのカメラに反映させて次からそれで撮って っていうところもすごく面白いところなので最初ですねその辺の調節だけちょっとやってみて後からですね次取る時とかは例えばソンバーだったら30%とかデニムだったら40%とかそういったところで他にもですね、細かく調節できるところがあるのでそういったところで細かく調節してから次から取って出しを使ってみるとかですねそういった使い方もできます しカメラの中でオリジナルのです、ねまあ、クリエイティブピクチャーコントロールを作ることもできるので、まあ、その辺で,です、ね、いろいろ楽しみ方としてはあるんじゃないかなというふうには思っております。 でここまでですね、ちょっといろいろ撮ってきて、やっぱりニコンのカメラっていいなっていうふうに思いましたね。あの、ま、いろいろ撮ってみて、やっぱりこの、まあ、モニターの見やすさとか、使いやすさとかあるんですよね。で、まあ、グリップがないところが、まあ、グリップがですね、ニコンの場合結構いいので、まあ、その辺がないのがネックではあるかと思うんですけど、でもその、 ああまりあるですねデザインの良さっていうところがあるのでデザインを優先するからこのグリップがないっていうのはもう仕方ないことなのでまその辺としてはですね全然問題ないかなっていうふうには思っておりますでやっぱり軽くてあのまあコンパクトなのでまあ持ち運びにすごく楽なのでその辺ではですね気軽に簡単に撮れるまあカメラ で画質もですね、まあ、ニコンのすごくいい画質で撮れるっていうところがあるので、まあ、この辺はですね、まあ、すごくいいカメラ。 だととと思いましたした、まあ、ちょっっですね今後も色々作例とかててみて、まあ、この辺が良かったですよ、この辺がちょっとですね使いにくかったですよっていうところも、まあ、今後いろいろですね、ファーストインプレッションではなくて使い心地を使い込んだ中でのお話もですね、いろいろしていけたらいいかなっていうふうにはですね、思っておりますので、まあ、よかったらですね、今後もこういったですね、ちょっと動画出していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。で 欲しいなって思っている方はですね、買ってみて全然オッケーかなって思うカメラになっております。で、この辺のカメラもまあ、結構周りの人結構ですね見せると気になって。 女性の方が特に多いかなというふうな印象だったので、まあ、男性の方で例えばこういったカメラを持っておくと、まあ、女性の毛が引けるじゃないですけども、まあ、そういったところもです、ね、一面としてあるんじゃないかな、まあ、いろんな女性があそのカメラ素敵ですねって興味を持ってもらえるようなカメラなのかなというふうな、ね、ちょっと個人的には感じておりますので、まあそ,まあ、そういう目的で買うわけじゃないですけどね、まあ、その辺でもちょっとです、ねまあ、カメラとして見た目としてファッションとしても楽しめるカメラ カメラにはなってるんじゃないかなっていうふうにはですね思っておりますので、よかったら参考にしてみてください。